お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴーレムデッキをね紹介していきたいなと思います。でですね、3つね、今回はゴーレムのデッキを紹介しようかなと思ってます。僕ゴレをあんま紹介することがないんですけども、こう今の環境ですね、こうコウモリがまあ強化されて、まあヒールスピリット加砲だったり、まあマザーネクロ出た、まあ、みたいなこの今の環境なんですけど、こう結構ねゴーレムのね時代が来てます今。理由としてはババ小屋ですね。はい、バーバリアンの小屋がやっぱこう HP30% かな、まあ、22% か、はい、約3割、まあ、22% 加砲されて、もうババ小屋の使用率がね減りました。もう使ってる人ほぼいないぐらい、まあ、ババ小屋が減って、まあ、ゴーレムの天敵とね、言ってもいい、ババ小屋が減りましたというところで、まあ、ゴレ環境に、ね、なってます。というわけで、こちらのゴレと、まあ、先ほどのこのゴレと、こちらのね、3つのゴーレムを紹介できたらいいかなと思います。で、このねスキャミ入りのゴーレムは多分クーちゃんさんっていう、まあ、8000最強決定戦みたいなこう大会とかにも出てたゴレ使いの方が多分作ったデッキだと思いますね。はい、でこのゴレボムタワーはなんかニコラスっていう、あ、ニコラスだっけ、なんか読み方違ったら申し訳ないんですけど、まあ、海外のこう、まあ、ゴーレムプレイヤーが、なんか使ってるゴレデッキですね。なんかよくねゴレにボムタワーそう入れるんですよね。ゴレにボムタワーってまあケツゴレして、まあ後半ではありますけどね、こうケツゴレして逆サイ来てもまあボムで守れるっていう、すごいね防衛に力を入れてなデッキですというところでそうやっていきます。まあ遅延ゴレのねゴボリの、パターンもよく見るんですけど、そのゴボリじゃなくてボムタワーっていうね、ちょっとすごいなぜって感じなんですけども、とりあえず今日はねこのゴレデッキ3つをねやっていけたらいいかなと思います。で結構ねゴレってこう初手ゴレをどうなのってこうしていいのみたいなよく聞きますけども、まあ、デッキゴレの形によってはいいと思いますね。この先ほどのスケルトン部隊入りのゴレとかはこう初手ゴレして逆サイド攻められてもスケルトン部隊でねこう、まあ、最初は初見殺しで守ることができるというところは結構強みだと思うんですよ。なのでそういったゴレとかは、結構初手ゴレはねありなんじゃないかなと思います。相手がまあ初手で手札事故ってたらラッキーですし、事故ってなくても一応逆サイをね、守ることができるという部分で、いいんじゃないかな。で普通のゴーレムはマジで僕はそんなわかんないんですけど、個人的には運ゲーになっちゃうと思ってますね。だって初手ゴレしてなんだろう、相手が、まあ、ちゃんとペッカーで、まあ、ペッカーで戦われる、まあ、なくても逆サイにうまいこと攻められて、その後なんかインフェルノタワーだけで焼かれるとか、全然あると思うんですよ。だから、普通のこういうゴレダクネの、なんだ、逆サイ来ても、そんな守ることができないようなデッキは、基本的にまあ、守って、でいいと思いますね。で、エリアで取ったらゴーレム展開だとか、まあ、そういう風な立ち回りの方が、まあ、こう、確実に、その負け筋を減らすっていう意味では、まあいいと思いますね。はい。まあ全然勝てないことはないと思うんですけどね。別に初手これしても。まあ運ゲーに若干なっちゃうんじゃないかなっていうのはありますね。さあ、とりあえず、もう待ちますね。あともう10秒経ってば、2倍タイム入るんでね。まあ2倍タイム入ればこっちのもんですよって、ゴーレム出すときは、基本的にスミックの方がいいと思いますね。スミックだと、キングギドをね、されにくいんですよね。まあ多分もしかしたらできないまでありますね。普通にできないかな、外回りすると。さあ、で今回相手はゴーレムですね。やば、ちょっと待って待って、この動画でゴレ対決をすることになるなんか思わないですもんね。でちょっとこうつけつつ、でゴーレトルネでキング起動とかしたいっすよね。こう内側寄ってるんでできそうですけどね。さあ、でキングに吸って、いやこれでかいですね。キングに吸ったので、この後の相手のゴーレムとかは結構守りやすいと思うんですよ。ワンチャン端前、あ、オッケー。端前、これ、どうだろうな。アイビスの前ぐらいにつけて、あそこがね、タルババとかで処理できるといい、じゃあいい気もするんですけど。さあ、ゴレ対決ですね、マジで。これ、打っちゃおうかな。いや、悩むな。ライト、打ちづらい。打ちづらい。一回守ります。一回守って、こう、まあ、相手は結構ライトニング削りっていうんですかね。はい、してきてるイメージがありますね。まあでもこれ結構チャンスじゃないですか。端前これして、隅っこにしちゃえばよかったですね。で、これユニ
まあライト打ってもいいですね。ライト打って檻を壊して、よしよし、でベビドラ追加して攻め取るんですね。まあ防衛取るねがそう来るが、別にここで全部引っ張ってよいしょ、いやいいめっちゃいい。で攻めたるババとかもして、このコウモリとかベビがなんかアイスイズもミリで残ってるんで、そうそうそう、いやこれベビドラゲーするタルババに竹が行って、俺のダクネの方が強い。まあ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 、いやこれもうライト決めちゃっていいんじゃないのか。さあゴレ対決を制していく。いやこれでかいですね。まあボムとゴーボリはどっちがいいなって言われるとすごいむずいですけど、ミラーとかだとなんならね。まあまあまあ、でもこういうね立ち回りのゴレですというわけで、まあ、この2つの形もあるんでね、使っていこうかなと思います。個人的には、まあ、なんか施設ですね、まあ、ゴボウリでもいいと思うんですけど、まあ、施設がある方がなんか守りやすいというか、なんか立ち回りやすいですね。まあ、僕はこう後半にゴーレもできるだけ出していきたいタイプの、あの立ち回りの人なので、まあ、施設があると前半にね、耐えやすいっていうのがありますね。さあこれ相手ハシマエルスピは結構運ゲーをねやってますね。これで近畿度できたので、まあ、相手のデッキまだ分かんないですけど、これだけでね、結構なアドじゃないかな。で、まあ、ロイ、キョロイかな、もしかしたら、ボンバー強。ここ最近結構キョロイ流行ってますからね。で、これはね、多分行っていいんですよ。なぜなら、まあ、いや、行かなくてもよかったかな。待ってもよかったかもしれないんですけど、スケア見て、ミニペあれば、ロイジュア来たもまあ止まるよねっていう考えですね。で、このスキャミは、クエイクで低めだとクエイク、高めだとタルババで行かれるのがちょっと嫌っすね。まあ、だけど行っちゃうみたいな。で、トリトンが多分相手追加したいと思うんで、あ、てか、LSP、OK、トリトンを、あ、待って、めっちゃいいボンバーした。いや、強っ。いや、強い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 。あ、だって僕何もしてないですよ、ぶっちゃけ。あ、今、ザップしたらよかったですね。トリトンにザップしたら、神ザップでタワー折れてましたね。で、なんか、ボンバーつけただけみたいな。これミニペとかこう咲くと、まあ、やっぱミニペの受けといえばまあ陸じゃないですか。まあ、なので、まあ、相手はね、陸の、まあ、スケルトンだったり、まあ、今先だとボン、あのザッピか。まあ、ザッピとかを咲くので、まあ、とりあえずなんかミニペ咲いて時差、ちょっとね、時間経って今みたいにボンバー出すだけで、勝手に相手が事故ってくれますね。で、ボンバートルネとかで、まあ、無理やりね、攻めることも可能という部分では優秀ですね。さあ、これはちょっとね、相手がもうめっちゃ、ほぼ捨ててね、攻めてきてますね。もう一生警戒してる僕の攻めを。なので、これはもう許容してね、こういくと逆に相手はね、多分きついんですよ。今僕が神の許容をしたことによって、相手がめちゃめちゃね、僕のユニット読み追加をしたんですけど、それがそんな刺さらなくて、みたいな。ちょっとミニペイとかちょっと残したいんで、めちゃくちゃいいボム。ボムじゃなくてあれしたと思ったけど。いや、ミニペイ？いやー、めっちゃいい取るね。そう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 。はい、勝てると。やばいっすよね。これ、マジで、そんな使わないんですけど、結構楽しいですね。こう、なんか勝てると、やっぱり。さあ、順調ですねと。順調いけそうですね。で、次はね、この、まあ、ダクネランバー、ベビドラメガゴ型ですね。これがまあ、よく見る、テンプレートなデッキの形かなと思います。さあ、よろしく。で、前半ね、まあ、ゴレあっても僕はまあ出さずにちょっと耐えますが、まあ、ないので、耐えたいかなと思います。ふぅ、まあでも耐えるのもね、大変なんですよね、この方は。アイスイズとか施設とかもないので、本当に、耐えるだけでもしんどいっていう。もうゴレ出した方がなんだろうね、戦いやすいんじゃないかなっていうようなゴレなんですけど。よいしょ。さあ、アイウィズ。いや、ダクネかな、もな。ダクネでもよかったかもしんないですね。アイウィズタレなので、まあ、相手はゴレかスケラか、みたいな。いや、悩むな。これもうゴレ出しちゃいますね。ゴボウリをこれで回収するみたいな感じですね。LJ！ LJ 来た。LJ 対ゴレってどっちがいいんだ？いや、なかなか微妙なラインですよね。結構微妙なラインじゃないですか。なんかでも、ああ、これ僕のダクネが結構あれなんですね。全然活躍しないんですね。お、やばい。待って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 、めっちゃいいトレーニングされる。いや、でもダメージは入るが、俺もダメージいて。
まあまあもうお互いね。いやしかもこれカウンターで、ここにさらに僕はユニット出さないといけないのが痛いですね。出したくないけど、まあさすがに出した方が良さそうですね。まあまあまあダメージ今んとこトントン。ダクネがね、エレジャイにマジで全然ですね。本当に活躍しないです。ワンチャンこれは逆サイドを戦う説もちょっと考えていい気もしますね。なんか同サイドで戦うと、なんかベビドラトルネと、エレジャイのダメージで、なんか持ってかれちゃう気も全然するんですよね。いや、これ、橋前ランバーだったかな、今。いや、これ、待って、今、守ってよかったかな。いや、ライトだもんな。多分、守れないんですよね。僕、ちょっとこれ、まあ、許容という名の捨てて、普通に、右側狙いに行きます。あれ、トルネでも金ギロできないですもんね、どうせ。で、相手は、全然防衛ライトとかもあると思うんですよね。よいしょ。で、ダックネとかもつけて、あ、ダックネ行かれる。で、ランバー追加だな。いや、全然あると思うんですよ。僕のユニットが残れば。残んねー。残ってくれー。いや、ワンチャン事故る？ワンチャン事故る。ワンチャン事故りそうだが。いや、ワンチャンある。マジでワンチャンある。マジでワンチャンある。本当にワンチャンありそう。ベビーが入る。ベビーが入る。いや、これライトニング？ライトニング剣だ。ライトニング剣だ。うわー、なんでやねん今の。だって今間に合ってれば、待って、逆サイ1200で、僕キング1700いってるんで、いや、勝てたんすよ。いや、でも、この方が多分一番むずいと思ってるんですね、個人的に。いや、悔しいな、ちょっと、ボムタワー型でね、いきます。今の悔しいな。なんかユニット出す順番が違ったとかかな。まあまあまあ、なんかそんな感じでね。はい。さっきのエレジャイとかも、まあ、こっちのゴレとかだったら、まあ、施設もあるし、エレジャイ止まるし、戦いたくねって思うんですけども、まあ、そのゴレのデッキに、形でね、結構その形の良さがあるので、あ、まあ、結構好みに合う形を見つけるっていうのは大事かもしれないですね。なので、こう、ゴレ今まで使ってた人とかも、あんま勝てないなって人が結構形をね、変えてみると全然勝てるんじゃないかなと思います。さあ、このね、相手のアカウントは、ノバのアカウントだと思いますね。まあ、中国、ノバ e スポーツっていうのはプロチーム、めちゃくちゃ強いとこっすね。の、まあ、リトルチェンかエリシオープか、みたいな、そんな感じのね、アカウントでございます。なので、まあ、間違いなくうまいですね。ヤリゴブ D か、迫撃か、迫撃か、んマジやっちゃに、ヤリゴブ D か、ちょっとわかんないですね。ちょっと僕トルネで。うわっ、おう、相手も。相手、今のもしかしたらあれっすね。僕が、いや、どうなんだろう。僕がトルネするのを読んでってのなのか、ただただ普通に削ろうとしたトルネなのか分かんないっすけど、序盤からあんなトルネードをしてこないと思うんですね、普通は。まあまあまあ。とりあえずね、うめえことに変わりはないっすね。これ、ウォールブレイカーっすね。で、相手はトルネと、タルババかな？なんちゃう、トルネウッドだけのスペルっすね。まあ、ボムタワーマジアチャで、結構行かれるかもしれないって感じっすかね、僕は。まあ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 。とりあえずマジアチャ、厄介ですからね。引っ張って処理しちゃって。で、これ、ウォールブレイカー、来そうっすね、この後。いや、来ない。いや、結構痛え。このディガーが結構痛いっすね。まあ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 。まあ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 。前半耐えてしまえば、もう後半なんなら無視して、ライトニングって、一旦、ぶっぱの11もあると思うんですよね。そう、こことか。まあ、ダクネからでもいいか。ダクネからゴレでもいいと思いますね。うん。いや、あんま良くねえボムでしたね、これ。いや、相手やってる。コム結合でしょ。よし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 。結構コスト使ったぞ。で、ボムにライトさえ打てば、ゴレが止まんないと思うんですよ、結構。っていうところをね、意識して。
今この間に相手は溶かそうって考えですね。あ、ボム使わねえんだ。やば。これやばいっすね、相手。あ、使うんかい。これワンチャン始め、これ。で、僕、ライトというよりかは、トルネとかを回したいかな、もしかしたら。ライトよりは、うわ、ベビドラを逆に持っていく。それはうまい。これマジアチャさえ引っこ抜けば、オッケーオッケー、勝ったんじゃない？勝った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 。これ相手ね、いや、止めるのか、これは相手、もしかして。いや、これを止めるのはさすがにうますぎ。んー、よいしょー、ナイスー、勝ったゲーム。いや、これはマジでね、でかいですね。相性はまあ多分いいですね。まあ間違いなく、ボムタワー分ね、さあ強いとで、個人的にあの、ゴール、この、施設入りがね、ただただ僕は使いやすいので、もう一回ね、はい、この、ボムタワーゴールでね、やっていきたいなと思います。ダクネがね、激アツですね。コウモリが強化されましたけど、まあダクネってコウモリを生むので、まあ、そのコウモリも、初撃がね、はい、生まれてからすぐに攻撃をするので、早くなってるので、まあ、強いというところで、まあ、それもあって、ダクネがね、まあ、ゴレダクネも結構強いんじゃないかなと思いますね。自然とゴレの、まあ、形自体も強化されつつ、まあ、ゴレメタも加工されるみたいな。で、たまたま、さらに、コウモリがね、増えることによって、ゴレも結構こう、勝ちやすくなった、ような気もします。はい。というわけでね、これ言葉、12章でございます。さあ、ゴレ。まあ、僕、ゴレ、あんまこう動画で紹介しないって言いましたけど、結構こう、なんかね、プロリーグでは2年前とか1年前とかは、まあ、最近あんま使ってはなかったですけど、結構ね、よく使ってましたね、僕。なんか取れれないゴレを、なんかすごい好んでましたね、僕は。なんか昔はゴレでも、トルネが入ってるのは今当たり前ですけど、全然入ってなかった方もね、すごい多かったんですよ。そう、ライトニング、タルババ、こう、雪玉のサンスペだったり、まあ、ポイズンウッドのゴーレムだったり、結構、まあ、ゴレはね、意外と使ってきたんですけど、トルネ入りのゴレをね、あんま使ってなかったんですよね。トルネなんか大変じゃないですか、あれ。そう。大変。防衛もだし、攻め取るのもしないといけないし、みたいな。結構大変で、あんま使ってなかったんですけど、ちょっとこれを機にね、ゴレ使いになっちゃおうかな、みたいな。まあ、そんな簡単じゃないですけどね。はい、どのデッキも。まあ、ちょっとね、今シーズンマルチも、結構やろうと思ってるのでね、頑張っていきたいなと思います。そう、やっとね、マッチングしましたというところで、多分ね、動画ではカットしてると思うんですけど、マジで5分ぐらいマッチング待ってました。はい。眠眠ですね。よろしく。さあ、アイゴレー。まあ、アイゴレーで、このレイチャートみたいな、リチャーとかわかんないですけど、これなんかね、こう神器デッキとか、まあ、ロイフグとか、なんかそういう陸弾攻めデッキがね、うまいプレイヤーなんですけど、もしかしたらバルーンかもしれないですね。バルーンっぽい顔をしてる。マスケ、コウモリ。あ、メガナイトウォールブレイカーは全然ありますね。まあ、陸デッキがね、うまい。って感じですね、マジで。相手のデッキちょっとわかんないですね。いやー、これ。ちょっとやばいですね。まあ、マスケで回収されて、ですよね。まあ、コウモリって、左側は多分コウモリ追加だと思うんですよ。まあ、そうなんですね。コウモリ追加。で、右のマスケは、マスケランバーか。ああ。これやばいな。いやー、レイジで一発入っちまうな。ちょっとやったか、今のは。施設置かなきゃよかったっすね。ダクネ、タルで気合でタル、耐えて、タルババでバルーン、あ、トルネでバルーン近起動が良かったっすね。あ、ちょっと相手の気合わかんなかったな。ちょっと、鈍かったっすね、僕が。で、まあこうなっちまえば、もうね、右無視で、左側にゴレダクネ組んで、もう1位交換でいいと思いますね。まあ相手が、これ多分ね、フルブッパしてくるのが正解なんですよ。ここで、まあランバーコウモリか、まあランバーバルーンとかして来られると、僕はワンチャン、普通にキングがおられるっていうのがありますね、これ。うん。いや、分かってますね、さすがに相手も。さすがに相手も結構うまい。まあだが、耐えてくれれば俺は激アツ。耐えてくれれば激アツ。あ、ライト打っちゃおうかな。
ライト打ったら、いや結構入ってるぞ。しかもなんならダクネが相手がいい。うざい。おい、めちゃめちゃめちゃ。いや、これあと1400でしょ。耐えれるんじゃねえかな、これ。耐えれないかな。ボムあるでしょ。うわ、これ、ダクネから入ればよかった。いや、ボム取れねえで、これ耐えれるでしょ。てか、耐えてくんねえと、ここまで耐えてくんねえと。で、これトルネで、ボムの、爆破に行って欲しかったのに、逆行け、オッケーオッケーオッケー。左のタワーに自ら突っ込ませて、よし、あ、いいさ、遅延。ナイスナイス、まあ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 。いや、一体それはね、うまい。まあまあまあ。これもう、ブッパタイムでしょ、ブッパタイム。まあまあまあ、ライト打ちたいけど、一回これもう一回ステイ説あるな。あれライト打ったら、やばい気もすんだけど、打ちてーけど一回打たないですね。オッケーオッケーオッケー。一回耐える。よしよし、一回耐える。ボムの爆破でね、結構いけると思うんですよ。いや、これいっちゃっていいかな。うわ、待って、それうまい。いや、アイウィズとボムで、これボムで耐えれそう。いや、ボムで耐えれる。よ、オッケーオッケー、ゴレ届いてる。ゴレパンチ、ゴレパンチ、ゴレパンチ。レッツゴー、ゴレパンチ。よしよしよし。いや、耐えろ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 。いや、マジでこれ勝ったら激アツすぎる。まあ、真ん中バスケバルーンとか、マスケプラスバルーンとかも怖いですね、これ。まあ、左から来るなら相手は。僕はこれ持っとけば一体いので。いや、これトレネもいるか。いや、いらんねえ。いらねえが、まあまあまあ悪くないでしょ。でもゴレ出せば相手も終わるんですよ、これ。気づいた。もうゴレ出して。よしよしよし。もうあとは僕はもう耐えるだけ、耐えるだけ。耐えろ耐えろ耐えろ。耐えろ耐えろ。トレネがある。トレネがある。もうトレネで、お前どっか行っとけ。来た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 。相手がランバーバルーンに、施設がないのがね、まあでかいですね。さあ、もうやっぱボムタワーですよね、時代はと、まあ、いうことで、ちょっと今日からゴレツクに名乗っちゃおうかなと思います。はい、イキリダッピンなんですけども、今日はね、このゴレね、3つ紹介したんですけど、まあ、個人的にはこれがね、おすすめですけど、全部強いと思うのでね、はい、皆さんも使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。